こんにちは、教えて台湾のともです。今日はコラボです。今日はとあるお店に来ているんですけれども、早速コラボのお相手をご紹介したいと思います。ジョイガールズのハムチョウさんです。イエーイ、こんにちは、ハムチョウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速チャイガールズさんのご紹介をちょっと聞きたいなと思って、はい、ありがとうございます。チャイガールズさんもなんか、はい、台湾とか中華系の、はい、発信されてると思うんですけど、はい、どういったチャンネル。私は台湾と日本のハーフで、台湾の台中で生まれたんですけど、それで生まれたのは向こうなんですけど、育ちは日本で、もともとチャイガールズを始める理由になったのが、私がコロナの前に台湾に住んでて、ちょっとバイトでガイドみたいなことをしてたんですね。個人ガイドみたいなことをしてて、これからって時にやっぱこのご時世になって日本に帰ってきてしまったので、まあ、まだ再リベンジしたいっていう気持ちがあって、まだ台湾に行けない間は日本で台湾を発信しながら、 YouTube で発信しながら、少しでもなんか認知していただいて、また台湾戻った時に見てくれる方たちにちょっとガイドとかしたいなと思ってやり始めたっていう感じです。なので今日本で台湾料理屋さんの紹介とか、簡単にその中国語とか紹介したりしてますね。まあ似てる部分多いと思うんですけど結構共通点が多いかなと。そうなんですよ。で、その私のチャンネルすごいこだわりがあって、なんかやっぱ中華料理って結構多いじゃないですか。でもその中で本当の台湾料理って結構少ないと思ってて、私は本物の台湾料理、ガチ中華専門でチャンネルで出させていただいてるんで、ちょっとね、一般の、その日本人の方に、みんなに口に合うかはちょっと分かんないんですけど、でも本格的のガチな中華料理だけを選んで紹介させていただいてるって感じです。いつも見させていただいてるんですけど。あ、本当ですか。はい、飯テロですよ。全部美味しそうで。嬉しい。夜に見たらダメですね。ダメです。夜食が高くなってしまうので。その結構その真面目なチャンネルにしたくなくて、すごい小ボケっていうか、なんかちょっと、ま、私はなんかお酒飲み担当のキャラなんですけど、普段からお酒好きなんですけど、ま、お酒飲みながらご飯食べてみたいな感じの結構ゆるいチャンネルになってます。今日も飲まれますか？いいんですか？紹興酒だったら飲みたいなってちょっと思ってました。ガチですね。ガチ勢飲んで2人で。はい、あ、そうなんです。今日は1人しか来てないんですけど、普段は2人でやってます。で、もう片方の子もレミっていう子は私と同じ台湾と日本のハーフ で、その子は中国語は喋れないんですけど、英語はペラペラです。英語かっこいいです。英語かっこいい。でも英語はどうしても覚えられない。いや、わかるか。そんな私もペラペラじゃないんですけど、いいな。スラスラっと喋れるようにはなりたいなって思います。いろんな言語を喋るのっていいですね、そのまま理解できる。でも親に感謝だと思う。だってさ、今から中国語覚えるのって多分相当大変だと思いますよ。確かに、発音ね、やっぱその家で聞き慣れてるから、なんとなく発音もまあいい方じゃない、絶対。意識して勉強したことないっていうか、そう、だから中国語って本当大人になってから勉強するとすごい大変だなって思う、発音が特に。私も大学に入ってから第二言語として中国語を選んでやったんですけど、そこで初めて学習としての中国語を選んで、施設とか、大陸の方の中国語を選んで、ピンインでやるんですけど、もうそっからとか、そうだよねみたいな、その改めて勉強するとなると、こういうところから一から全部積み上げていかなきゃいけないんだなっていう大変さが、ね。あ、そうか。でも私思うのが、まあ、普段中国語教えたりしてるんですけど、普段の仕事というか個人でその小学生相手に教えたりするんですけど、台湾の生徒専門で教えてるんです。なんでかというと、私ピンができなくて、台湾のアイウェイがあるんですけど、それでしか勉強したことないから、それでしか教えられないんで、それで教えてるんですけど、やっぱりツーインの方が発音が良くなると思います。確かに、なんかピンインで日本人の方が勉強しちゃうと、ローマ字とか、そういう感じで、そう、確かにパッと見はそっちの方が発音とか読みやすいかもしれないですけど、通音覚えちゃった方が確かにいいと思う。発音的には本格的になる気がします。普段のあれなの、オンラインとか、主にピンインですよね。
公園でわざわざ。そう、教える側じゃないと思うんですけど、そうです、学ぶときは、まあ、ネイティブも中国の方とかで全員で、字も簡体字で、あ、簡体字なんですね。そうです、中国の、中国語の方で簡体字で勉強はしてるんですけど、私自身としてはやっぱ、繁体字で台湾カゴとかの方を完璧にしたいなと思ってるので、自分で通院とかは覚えてやりました。あ、そうなの、はい、ピン覚えちゃったら、正直楽なんですよ、キーボードとか。確かに、そう、キーボード楽なの。めっちゃ楽なんですけど、そのどうしても繁体字に変換されないじゃないですか、スマホとかで、ピンで。確かに。なので台湾の家族っていうか、親戚とか、いとことか、退院しなきゃいけないときに、やっぱ通院からじゃないと、掃除にならない。あ、わかる。予測変換とかもね、結構助かりません。そうなんですよ。確かに私ももうスマホで全部通院で入れてるんですけど、もう自分多分字で書くとしたら思い出せないけど、スマホで打って出てくるから、あ、これだこれだみたいな。通院もまだそんなにバーって打てないので、たまに急ぎの時は音声入力です。あー、そっちいいね、便利な。確かに急いでる時はね、もう早く喋った方が早いんです。打った方が勉強にもなるし、覚えられると思うんです。確かに。もういいやつ。え、それで音声で、まあ、親戚に送るじゃないですか。親戚も音声で書いてくれる。あ、あれです、音声でそのまま文字にしてくれる。あ、そんなのある、すごい。マイクのボタンとかキーボードの右下にあります。中国語で発して中国語で出してくれる。キーボードを通院にしておいて、その時にマイク入力して。そんなことができるんだ、超便利。はい、そうしよう。今度からおばちゃんだからよくやってるボイスチャット。声そのまま送るやつ。そっち派の人か、たまたまか。もっとハイテク言ってたんで。次の動画で実際に今いるところの料理とかをご紹介しながら、もっとお話ししたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。します。今回の動画はここまでです。はい、次も見てください。